新春明けましておめでとうございます。というわけでドルドル TV タマスマとブーちゃんとタケオさんとプロジェクトジョークです。ジョニーデップです。はーい違うじゃんよ。はい、というわけでね、明けましたということで、はい、今年はね、まあ、幕開けがねすごいスパッといくようにということで、はい、新春っぽいことをしたいなと、はい、思いまして、今日はですね、はい、まあ、よくテレビで僕らね小さい時見てた、うん、二人羽織。はいはいはい、はい。実はだいぶ前から僕ら温めてますから。ああ、そうなの。温めすぎて煮詰まって汁なくなっちゃってる。温めすぎちゃって。赤組優勝おめでとうございます。ああ、おめでとう。まさかのね、最後の大取りがあるんだと。今、絶対ここでピンポンって。今年も、ドルドル TV とプロジェクトジョークも解決していくんでね。バチバチですよ。負け越していくんです。決して負けない。決して負けない。負けたことがない。大丈夫です。じゃあ、行ってみよう。はい、行ってみよう。ジャンボ。さあさあさあ、じゃあ新春一発目の勝負でございます。はい、はい、ちょっとここ景気よく二人羽織がっつり熱々のおでんを、はい、おでんなの。さっき裏チラッと見たけど本当に熱々でしたね。はい、いや、とかやばいでしょ。仕込みじゃねえよ。マックスです。本当にやなんだけど、温度マックスが実現しちょっといいですか。あのちょっといいですか。これやってもいいんですけど、はい、あのうちのうちに猫舌がいるんですけど、しかも過度な自分の、ね、SNS のアカウント、猫舌祭って名前で言ってたんですよ。猫舌のバカイが来てる。ちょっと待って、この人は行くぞ、行くぞ。ミクシーのネームバースとか。ミクシーかよ。しかし。めちゃくちゃ何千万ですか、それ。まだ動いてます。我々、負け残してるんで。そうですね。そうだよ。今のか決めましょう。そうですね、はい、前後ろ交代で食べるので、あ、了解、はい、そこはもう全員やるんだね。全員で行きましょう。そこはちょっと考えて、おのおのチームで考えてついぜ、マジで猫舌祭りじゃないか。本当の名刺で行くんじゃない。さあ、ということで、具材は3品ございます。1種類ずつしかないので、先に、うんうん、いいね、お二人で、ちょっと、じゃんけんかなんかしていただいて。お願いします。あ、マジで。最初はグー、じゃんけん、ポン。え？じゃあ、勝った、タマ様、どちらを選びますか？じゃあ、いきますか。いきますよ。卵。おー。マジで。勝てるぞ、お前。猫舌さん。そうね。そうね。さあ、まあ、じゃあ、ということで、決まりましたんで、チーム、ドルフィン3は、卵。卵。プロジェクトジョークは、大根。はい。ということで、絶対、この一つは食べてください。ご準備よろしいでしょうか。これ、結構マジで、グツグツです。そうだね。じゃあ、二人羽織の準備するためにみんなで、ジャンプしましょうか。ジャンプ。未来の僕たち、なくしましょうか。未来の僕たち、いくよ。せーの。はい、ご準備していただきました。はい、熱々おでんでございます。ガチじゃないですか。町内会のおでんじゃないですか。どこで。カメラで見ると、意外と湯気って見えないんだなって、ちょっと思いながら、ただ、今、リアルで見てるこの5人、かなりガチでやってるので、はい、湯気出てます、本当に。さあ、ということで、再度確認させていただきたいと思います。ドルフィン3チーム、はい、卵、はい、プロジェクトジョークチーム、うん、大根を、いつ食べるかは任せますが、必ず食べること。食べ終わったら、口を開けて、私に、亡くなったよと、見せてください。ほうほうほう。OK! と言ったら、羽織、交代で、はい。わかりますよね、タマ様だから卵、大根みたいな顔の大根の。大根まあ、座れよ。さあ、はい。では、準備よろしくお願いします。はい。箸と、普通に食えばいいんだよ、ね。はい、大丈夫です。あ、普通に食えばいいんだよね。はい。レディー。ゴー！よいしょ、もうちょっと下、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 の右、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 もっと下、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 あ、うまい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 ですね。もっと、おお、下、下、お、オッケー、オッケー、すいません、もっと上げて。これ、ほら、こっち、あ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 っ
2チーム、お、行きましょう、熱いのおぉ、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 たけさん、たけさん1個目、おい、あ、おだいぶ上手に食べてますよ。うんうんうん、あ、美味しい。さあ、なくなったら口見せてくださいね。うん、はい、これでどうぞ、たけです。あ、やばいやばいやばい、卵ね、これ結構ね、あの、ゆで卵なんで、やばいやばい、早く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 、あの、量が多い。玉鶴も、玉鶴も全然周りに出てこれない。さあ、約1分半経過されますよ。さあ、あと残り2チームは、好きなものを2品食べていただくことになりますからね。OK です。さあ、2品目食べ終わったプロテスト状態。さあ、最後3品目でございます。交代をしていただいて。あ、2品目つかみ終わった。はい。はい。どうなるチームが負けるのか。なんで白滝行ったんだ。熱くないのかこれ。なんで早いですか。早いですよ。はい、これも全然なんかプロジェクト調査ちょっと余裕なんじゃないですか。あー、疲れたの。あー、足入れるの。本当でした。なんで、え、右てるけど。あー、足入れる。あー、どっちかしてのこっちの。したじゃ全然の余裕なんじゃない。でも頑張れ、頑張れ。やばいかな。あー、疲れた。最後、はい、最後。やばいかな。お互いちゃんと終わるのか。やばい、最後だ。あー、ちょっと。あ、これ、あー、違うんだよ。あ、やってたか。あー、ついだ、おい。全然言わない。お、うん、の中に入れ終わりました。さあ、どっちが先に口を開けるのか。あ、プロジェクトチームの優勝。ちょっとメガネシュート出すのやめてくんないかな。しかもあんまりこういうの言いたくないけど、途中ちょっとぬるいから別に熱くもない。冷めちゃった。だいぶ冷めちゃいましたね。リアクションが難しい。なんだったら余裕で、たけさんが食べたのを確認して工藤さんが開けるっていう。余裕。冷めた目で見てたもん。最初本当に逃げたってめちゃめちゃ熱かったですよ。まあでもね、難しいもんね。そうですよね。すいません。はい。そうですね。はい。最後、最後、自然に食べる。さあ、ということで、今回の勝負、プロジェクトジョークさんの優勝でございます。勝利やったぜ、ベイベー。貴重。さあ、新年明けて一発目の勝負は、プロジェクトジョークさんが勝ちました。はい、プロジェクトジョークさん、この気持ち、どなたに伝えたいですか。立ってませんよ。火星にいるタコちゃんに伝えたいです。見てる。月の裏側で検索してみてください。ハスコラみたいな。危ない危ない。一人温めてもらって一人でそういうサイト見てる。すごい気持ち言ってんやつ。2023年はもう全勝で。全勝で。まあ、2年はまあまあ良かったですけど、もうなかったことになってます。次回までに罰ゲーム考えてくるんで。ああ、そうか。魚卵一トン。いやいや、数分罰ゲーム、ビールで。意外と期待じゃない。一トンですよ。はい、というわけでね、今年一発目。
負けちゃいましたけど、僕いやマジで負けちゃいましたね、入ったばっかりなのにね。だったら最後の最後のたけさんとか本当にね、なんかね、あれそのまんま食べないでこうパチ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 当てられてるところを見ててね、なんかね微妙な気持ちでしたちょっと昭和の人間としてはそういうのやりたい。なんだって隣ですっごい冷めてましたからね。ね。多分もう工藤さん勝つんだろうなと思って、もう箸とお皿こうやって。演技しなくていい人が演技しちゃった。もう最初の卵長すぎて負けるなと思って。これで負けだなと思って。喉パッサパサになるのよ。ずっと喋ってたのにね。喋るよりおじいちゃんが食べてるもんね。縁側でね。おっそう。卵はね、意外と強敵でしたよ、羽織着てる時に、あ、勝ったなと。その時点で、もう余裕が生まれちゃって。最初から舐められてるって。ということで、はい、じゃあ次、どんな勝負を僕らが、これはどうなんでしょうね。とりあえず罰ゲームは僕らが受けるっていう形ですが、次の勝負、とりあえず僕らが勝負を挑んだので、次、プロジェクトジョークさんが僕らに勝負を挑んでいただいて、その通りって交互に交互に行こうかななんて、うん、これからダブルヘッダーで取ります。熱した鉄の玉の身です。厳しすぎる。竹尾さんが厳しすぎる。鉄の玉のおじさん、男塾スタイルみたいな。男塾名物。そう、無理や。次はプロジェクトジョークチャンネルで見ような。あとね、今年はサンアルカもやるんでね。お、はい、ついにちょっと発表して、工作してね、あれしていろいろやって。あれしてって何すんの？あれをあれしてあれにしてね。フリートークがグダグダしてる。もうこれ汁飲んじゃおうかな。これ優しい汁飲んじゃおうかな。可愛いからなのか知らないんだけど、このおじさんを説明してあげて誰か。どうですか、旦那さん。本編に出演されたお気持ちは、ね、まあ、ペトペトですね。持ってきてないとか言ってた。この白いのもしかして、あ、ハートリース。ガタンガタン。さあ、じゃあこれで動画を終わらせていただきたいと思います。はい、とりあえず一発で、はい、ドローチーム、負けてしまいましたので、ね、ね、はい、次は考えないと。考えないじゃないですか。はい、やりましょう。ね。ドロドロ TV、タマ様と、ブーちゃんと、タケモスさんと、おプロジェクトジョーク。イェイイェイ。せーの、下っけー。そしてこっちは、それでは皆さんまた、時の話をするところで、バイバーイ。長っ。